WWS チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。井浦新太です。楽しい制作、発表というか、楽しい、完成披露になったと思います。共演者の方たちも、今回が初めて現場でお会いできなかった方もいらっしゃったので、こういう場でまた作品のこととかをお話ができたっていうのは自分たちにとっても良かったなと思いましたし、お客様がこれから始まるこのレ・ミゼラブル のスクリーンで見ていただくお客様たちがすごいワクワクしているその皆様の顔が見れるっていうのは自分にとっても嬉しいことですし、あとやっぱ内容のところではやっぱり奥田瑛二さんが素晴らしかったなと思います。楽しく会場を沸かせながら、しかもちゃんと自分の関わったこの作品のことを伝えられるっていう、ああいうなんですかね、もう熟練の技というか人間の器の大きさというか、そういうのをこう間近で見せていただけるっていうのは本当ありがたいことですし、もうなんか奥田さんの話していることがもう一つ一つ素敵だなと思いながら、僕もお客さんのようになって奥田さんの話をずっと聞いていました、はい、世界的に知られていたとしてもこうアンダーグラウンドでこう生まれてきた作品だとしても、関わる気持ちとしてはやっぱり同じなので、それがレ・ミゼラブルだということで何か気負うことはないです。ただやっぱり光栄には感じました。自分はそのインディペンデントの作品で育ててもらって、役者としてのキャリアをこう積み上げてくる中で、こうやって20年やらせていただいたご褒美でもあるのかなとも思いました。でそれで自分がやらせていただいたそのジャベールという役は、言ってみればいろんな役者の方がその役をやってきて来ているわけですから、自分はどういうふうにその役をちゃんと示せるのかっていうところは一つのやりがいでもありましたし、あと、とはいえそのフジテレビが作るそのレ・ミゼラブルはフジテレビ版っていうことでもありますし、こう日本を舞台としているっていう時点でそのキャラクターのその役の設定は重ね合わせながら役を作っていたとしても、起きていくことだったりそこから生まれてくると、やっぱりセリフから設定からってどうしても日本版でのレ・ミゼラブルになっていくんですよね。なのでそのオリジナルを追うというよりも、オリジナルに敬意を払いながらも自分たちでまた新たなレ・ミゼラブルを作るっていう、そういう意識もあったと思います。2018年はですね、きっと自分が役者の仕事をやらせてもらってきた年の中で、きっと最もその作品の一つ一つの作品も、あとその数もきっと多かったんじゃないのかなと思います。正直この1年はずっと芝居をしていた記憶しかないぐらい、もう現場での記憶だらけですね。なので携わった作品一つ一つが大きな2018年の大きな実りというか収穫にもなっていますし、僕自身がそれを役を一つ一つこうやらせていただいた時間というのが、きっとまた来年のその2019の自分へのその力になるだろうなっていう、そういう役や作品現場というものが1年間続いた年でもありました。今年公開された映画で、もう今ちょうど来ているこの止められるか俺たちよっていう、この映画がですね、白石和也監督の映画が
2018年の9月に公開されたんですけども、それが本当にありがたいことに未だに上映が続いていて、で2019年もまだセカンドランからまた上映が新しく始まっていくっていう、ことが続いてるっていうのが本当に嬉しいなと思います。やっぱり僕がこの映画でやらせていただいた役というのが自分の恩師にあたる若松浩二監督そのものの役をやらせてもらったので、まあ撮影の時もそうですし、今年 の, その上映の時も若松プロのそのこの映画に携わった監督はじめ役者たちみんながそれぞれ手分けしながら今年上映期間もう全国へもう飛んでいって、その上映のスタートをこう作品をこう旅立ちを見届けるっていうキャラバンをしていたっていうのが、現場と現場の合間とかでもやりながらもすごいそれはなんか僕の中ではとても大きなやりがいだったなって思います。2018年は、さっきも言ったんですけども、とにかくずっと芝居場で過ごした年だったんですけれども、やっぱこうやってそのやりがいを感じられるのも、それを楽しんでくださる方たちがやっぱいらっしゃるから、こうやって自分は走ってられるんだなって、忙しくなればなるほどそういうことに実感が湧いてくるものなんですよね、強く。どんどん生み出して出していく作業だったりもするんですけれども、やっぱり気づくとその何々の作品が良かった、この映画が面白かったとかっていうふうな声を聞くと、やはりそれってやっててよかったっていうふうに、まだまだ役者を続けててよかったなとか、この作品と出会えてよかったなっていうふうに必ずやっぱり自分に返ってくるものなんだなって思うんですよね。なんか、2018年は今のところその役者人生の20年の中できっと最も忙しくなった年でもあるんですけども、2019年もこの勢いをちゃんと力に変えて同じように地に足つけて走り続けようと思うので、ただひたすらと頑張ります。